2011年4月12日、15時12分、デブチェの、ゲストハウスを紹介したいと思います。ゲストハウスはこちらです。そして、エベレストはなんかこちらの方で見えるらしいです。明日の朝確認したいと思います。フランス人チームが何かいろいろとやっています。はい、今ホテルに向けて歩いています。はい、こちらが、本日、宿泊するホテルです。で、アマダブランガーデンロッジということで、本日、こちら150ルピーにホテルに宿泊です。で、私のポーターです。はい、ポーターの評価はまた後ほどさせていただきたいと思います。で、私の部屋は2階で、比較的いい宿をしてくれたんじゃないでしょうか。2階を入って右奥側、 B のおっさんですね。で、鍵は、このような形で。ひぐじバッグとベッドのみの、シングルルームですね。そしてこちらの方向からエベレストが見えるそうです。また明日確認したいと思います。以上です。